現在日本が海外に輸出する電気製品の総額は約10兆500億円。自動車輸出に次ぐ稼ぎ頭である。今や世界一の電子工業国にのし上がった日本も、敗戦直後は電球の製造すらままならなかった。日用品から社会システムまで、あらゆる機器に膨大な量の半導体素子が使われているが、世界の生産量の半分を供給しているのが日本である。こうした現代の半導体産業につながる最初の出来事がトランジスタの登場であった。今世紀の初め、電話を発明したグラハム・ベルはアメリカ電信電話会社を設立した。声を電気信号に変えて遠くに送るために、まず電話線をアメリカ全土に張り巡らせた。遠くの人と話をしたいという人々の飽くなき欲求が電話網を急速に拡充していく。開通式で回線を結ぶ創業者グラハム・ベル。電話の普及が莫大な収入を生み、潤沢な資金が画期的な技術を次々と世に送り出した。これは初期の頃の電話交換風景。通話の相手同士を人間が手でつないでいる。声を遠くに伝えるために真空管が発明され、電話網が一段と充実したが、真空管には寿命が短いという欠点があった。アメリカ電信電話会社の開発部門ベル研究所では、1936年真空管に代わる増幅装置の研究に着手した。11年後の1947年、昭和22年の暮れ、ついにゲルマニウムという固体で音声電流を増幅させることに成功した。トランジスタの誕生であった。時に敗戦日本は連合軍の占領下に置かれ、主要な都市は廃墟と化していた。すべての産業が壊滅し、食料は底をついていた。1000万人が餓死すると言われたのもこの頃である。働けるだけ食わせろ。さつまいも、工場の広場、みんなさつまいも作っちゃった。工場の広場にさつまいも、畑にして川崎の松田ダンプでは、これは敗戦直後の東芝川崎工場。交渉は決裂。よし、それでは自分たちの手で工場を動かそうと、従業員たちが活発に作業を開始しました。日立製機奈良市の工場では終戦以来、産業人の多くが戦争協力の責任を問われて追放され、工場現場は戦後誕生したばかりの労働組合が牛耳っていた。三菱東京機器のように労働組合自ら失業者の採用に乗り出したところもあります。また日本電機では待遇改善の要求を貫徹し、組合自ら進んで増産に乗り出したところもあります。かくて平和産業の復興は勤労大衆自らの強い力で活発に進められ、労働者の盛り上がる力を強く示しております。前回は現代の脅威の半導体産業の全貌についてお伝えしてきました。半導体王国日本がスタートしたのは、今ちょっとご覧いただいたように終戦直後、飢えと廃墟の中からでした。食うや食わずの生活の中で、日本人の技術者たちはどうやってアメリカの新しい技術を吸収していったんでしょうか。今回からその足跡をたどっていきます。相田さん、トランジスタの誕生と現代のその IC とか LSI、はいはい、これってどういう関係なんですか。この間それを言い忘れたんで、はい、あらかじめ今日最初にそのこと言っておきましょうね。これがトランジスタ、はい、でその前の同じ働きをしたもの、これが真空管、1対1です、はい、でこの時代に入ってこれをたくさんやがて使います、こういうふうに使いますでしょ、はい、たくさんありますでしょ、はい、トランジスタが、はい、でそれにその周りにこのコンデンサーとかいろいろありますね、うん、抵抗とか、うん、でそういうものと一緒になって、その裏にこういう回路がありますね、うんうん、配線が、うん、でこれ全体を今度はねシリコンのチップの中に入れちゃったのが集積回路で、はい、それがこれと、はい、であとはしたがってこれをどんどん集積度を上げていくと、うん、LSI になったり、うん、超 LSI になったりすると、うん、そういう意味では、トランジスタの数にしたら105万個入ってるのが今の超 LSI だという関係になるわけです。トランジスタを欲しがってそれを発見したのが電話会社なんですね、
それでさっきあのちょっと映像でも出てまいりましたように、アメリカ電信電話会社はそのアメリカ全土に電話もこう普及させようとしたんですね。ところがこれには障害がありましてね、声を電気にする電線で伝える、遠くまで伝えると弱くなっちゃうんですね。でそれを強くしなきゃいけない、で強くするには増幅器がいると。で増幅器、どうしても増幅器をしないと遠くまで伝えることができないから、と弱くしたものを強くしてまた送り、また弱くなったものを強くしてまた送りっていうふうにしてアメリカ全土に信号を伝えようとしたんですね、声を、はい、やがて真空管というのが登場して、真空管で増幅するようになって、はい、真空管の全盛時代に入るんですが、ところが真空管には欠点がありましてね、玉切れ起こしちゃうんですよ。あ、そうです ね、必ず玉が切れちゃう。もう一つね、電話会社はあの声を送ると声をこうあっちこっちに分岐しなきゃいけないんですよ、はい、あの交換器ですね、ほら、切り替わりますね。切り替わりますね、はい、これがもう無数にあるのが交換器だと考えてください、だから電気信号をあっちこっちにこう、配送しなきゃいけませんね、はい、それを切り替える。これ問題あったんですか、ところがね、接点があって接点にカチカチ切り替わってるでしょ。はい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 、移動しますね。これがスイッチになってるんですね、はい、でこれがねそのたんびに火花が出て、減ってくると腐食すると、だからやがて交換器のリレーもそのうちにダメになると、でそこで玉の切れない増幅器、接点の減らないリレーと、そういうものをぜひ何とかしたいというのが、あのアメリカ電信電話会社 ATT の強い強い要望だったわけです。その2つの悩みを解決してくれる何か一石二鳥のものがないか、それがつまりトランジスタだったわけですね。固体による増幅装置の研究が始まったのは1936年のことであった。戦時中ベル研究所の多くがレーダーの研究に動員され、ゲルマニウムを使って成功すると固体増幅でもゲルマニウムが研究の対象となった。チームリーダーのウィリアム・ショックレー、皮肉にも世界的な大発見が行われた時、彼はその場に居合わせなかった。実験担当のウォルター・ブラッテ、理論を担当したジョン・バーディ、彼は後に超伝導の研究でも2度目のノーベル賞を受賞。これは昨年6月イリノイ州立大学に訪ねた時のジョン・バーディン博士、当時82歳。その博士も今年の1月30日に世を去った。生前テレビ嫌いだった博士が2時間に及ぶインタビューを受けたのはこれが初めてだったという。あの日12月23日は非常に感動的な一日でした。トランジスタの実演は守備よくいきました。私たちはスピーカーの声を大きくする増幅器などを作ってみせたのです。1947年のクリスマスイブの前日に、はい、ベルケンのこう幹部だけでね、関係者だけにこの実験公開したんですね、はい、最初のトランジスタの実験公開。ここに小さな電池、はい、大きな電池、はい、白い回路があると、ね、白い線の回路、大きな電池の青い回路があると、はい、こういうわけですね、はい、ここにゲルマニウムの結晶があると、これがゲルマニウムの結晶、はい、でこの三角形のこのこれプラスチック、はい、これゲルマニウムじゃないんですよ、はい、これはただのバネがついてるだけね、はい、このここに針がずっとその縁に沿って下に降りてる。あ、針なんですか。針なんですね。クローズアップしても原価がありますんでね、はい、これがゲルマニウムの結晶だとしましょう、はいはい、でこの部分だけを拡大したものがこれだと考えてください。でここに針があります。あ、三角形の先が2本の針になってるんですか。針になってるんですね。ほう。でこの針にいろいろ回路がつながってるんですが、これがゲルマニウムにこうつくと、でスプリングで押してますから、ずっと次第に強く押していくと針が接近していくと、はい、針の先が接近していく、うん、もうほとんどミクロン単位のレベルまでね、接近した途端にね、パッ、電気が流れると、こういうわけですね。おお、そうですか。流れ、電気が流れてない回路に針が接近したところでついてはいないわけですね。そう針はついてない。ついてないの。だからショートしてるわけじゃない。それなのに、針がこうやってね、ずーっと、はい、接近し始めたら、あるところまで接近したところで流れるはずのないこちら側の回路にも電気が流れたと。それでいいですか、それ変化させてみましょうか。これですか、うん、はい、ちょっと変化させてみます。小さく大きく、小さいのが大きく、小さいのが大きくと、こういうふうに現れるわけですね。
これ全く別の回路なわけですね。そうですね、あの、うん、ゲルマニウムを介して、わずか数ミクロンあるいは数十ミクロンで、接近している別の回路ですね、はい、それが大きな電池につながっているこの回路に影響を与えて、はい、こちらの変化が大きく現れると。なぜならこれ大きい電池がつながっているからですね、はい、したがってブラッテンさんがここにマイクをつないだと、カーボンマイクをつないで喋ったと、はいはい、とそのカーボン音はカーボンマイクで変化させられて電流変化になってここに弱くこう通じたと、ワトソン君ちょっと来てくれたまえと、はいはい、こう喋ったらこっちのこの電球の代わりに大きなスピーカーつながってたんですが、はい、そこからワトソン君、ちょっと来てくれたまえっていう大きく現れたと、はい、こういう実験だったわけですね。ワトソン君ちょっとはグラハムベルが電話の実験で総脇に向かって発した言葉であった。同じ言葉が翌1948年6月の一般公開の時も使われた。公開は専門分野の人々には大きな衝撃を与えたが、マスコミはこの発見の重要性に気がつかなかった。トランジスタの公開実演は大成功だと思いました。それで翌日私たちはニューヨークタイムズ紙を読んでみたんですが、トランジスタに関してはほんの数行の記事が載っているだけでした。タイムやニューズウィーク紙もわずか半ページを割いただけだった。記事はゲルマニウム結晶に2本の針を立てると増幅装置になり、それをトランジスターと命名したとだけ伝えていた。トランジスターは結晶内部の電気抵抗を変えるという意味のトランスレジスターを縮めた略語である。東京有楽町駅からお堀端に向かって3分歩くと第一生命ビルがある。ここに当時連合軍総司令部があった。最初にトランジスター情報に接したのはここに出入りしている2人の科学者であった。東北大学の渡辺康教授、工業技術院電気試験所の駒形作治所長、事の重大性を感じた2人は研究者や企業関係者を集合してトランジスタの勉強会を開くことにした。東京都千代田区永田町2丁目1番地、国会議事堂の裏手、首相官邸の隣に全体がツタに覆われた大きな廃墟がある。元通産省工業技術院電気試験所跡、ここの所長室で定期的にトランジスタ勉強会が開催されるようになったのは昭和23年10月のことであった。会合の準備に当たったのが当時入所したての菊池誠さんであった。ここでそのトランジスタやゲルマニウム委員会やるときに一番まあ上座ですね、これ方向、この上がちょうどこの方向が首相官邸ですよ。こう道が回ってる、それに沿ってこうなってるわけね。でここに ね渡辺先生が座ってるわけで、ここに駒形所長が座ってる、鳩山さんがこの辺にいるわけで、僕ははっきり覚えてる、僕は向こうの端です、当時まだペーペーですからね。渡辺先生は元としているわけ、ここに座ってあの方ひげ生やしてでしょ、まあ偉そうな顔して今日はプリントまた配るっていうとね、鳩山さんがここにいてね、始まった、また怪文書だってこういうわけ。まあある時は東大の先生が来て講義をしてくれるんだけど、講義をしてくれる先生も率直に言って当時はまだよく分かってなかった。で僕はよく残ってここに黒板がありましてね、もう少しそこのところ教えてくださいって突っ込んだら、実は僕もよく分かんねえんだって言われた、その時代です。東京日比谷公園に面した連合軍民間情報教育局は、当時の日本人が最新のアメリカ文化に接することのできる唯一の窓口であった。ファッション、スポーツ、芸術、そして科学技術。フィジカルレビューとかジャーナル・オブ・フィジックスとかっていうその道の学会誌を見ますとね、まず目次を見るんです。ずっと見てってね、半導体なんて字ないんですよ、ほとんど。でたまにね、セミコンダクターズとかね、トランジスタって言葉を見るとね、この胸のこの辺が、ね、カーッと熱くなったの。あった、一つあった。全部丸写し。ええ、丸写しですね。ほう、よくしかし、まあ、おとりになりましたね。ええ、へえ。それとそれ1時間2時間じゃ済まないね。毎日のように通って。え、毎日
のように通った、はあ、仕事の合間を見ちゃ、日比谷まで仕事の合間ですか、仕事でやるんじゃないんですか。そうじゃない、はあ、仕事は朝一番早く出かけてってそこでその最新のフィジカルレビューをキープすると、で午前中はそれ書き写すんです、はあ、でまあここにたまたまその書きの写したやつがあるわけで、まだ実物があるんですか。残ったわけですけどね、紙が欲しいもんですから、こういう小さな字で書き写すんですね。これが結局どれぐらいになったんですか、その何枚ぐらいに。で何枚っていうよりもこのこういうのがずっとこう重なってって2メートルぐらいあります。2メートルぐらいの厚さになって、はい、で不思議なので初めは要点だけ書いてきたんですけど、やっぱり全部写しとかないと後で読み足らんとこが出てくるんですね。で結局まあそういう経験から言ってあの全部写すことにしたわけなんですけど。東北大学電気通信研究所渡辺研究室の人々、そして渡辺康教授と秘蔵っ子の西澤純一さん、当時大学院特別研究生であった渡辺教授は西澤青年にトランジスタの研究を命じた。当然ながらゲルマニウムなど欠片もなく、研究室は屋根がないに等しかった。研究室何にもないんですよ。雨が降りますとね、翌日傘持って出かけるんですね。ってのは天井裏に溜まった水がその日一日ポッタンポッタンと起こってくる。机のように雨が降ってきますから、その様子こう天井を見てここら辺は今日はここら辺が大丈夫だなってところ机を移動するわけですよ。うっかり間違えて予想のところに置いてあると翌朝行ってみると見事直撃を受け取って机の上に置いてあったものにめちゃめちゃになってるってなことがあったわけですね。同じ頃東京郊外にあった電気試験所田無分室では、材料部物理課長だった鳩山道夫さんたちがトランジスタの試作を開始した。古い木造の研究室を人々は馬小屋と呼んでいた。ゲルマニウムで行くならシリコンだって行くだろうと。いいですか、はい、やるよ。結晶に2本の針を立てれば増幅現象が起きるという情報だけが頼りであった。今から40年前私いくつだったでしょう。30代だ。こんなもんですね。先生、当時はシリコンはどうやって手に入れられたんですか。シリコンはね、鉄屋さん、鉄の中入れたんですね。相当ラフですね。何がラフなの。なんか綺麗に切るんじゃなくてペンチでもぎっちゃったりして。ああ、ついたってな、これでどうやらシリコンにくっついたろ、多分これでいいだろうな。個体増幅の理論など全く念頭になかった。まず現象をこの目で見てから理屈を考えよう、こう思ったという、ね、これでこの2つの針が大体近くいったでしょ。でこっちがこう、要するにこうなるわけね。 あれれれれれ高すぎちゃったじゃない。これ針が届かない。いや届くですよ、これ伸ばしゃいいんだから。さあ、そっからが僕の実験なんですよ。やることはね、さっきのテストを担当したのは部下の菊池誠さんであった。この2本の針の先端がね、遠くっちゃ出ないんですよ。現象はとにかく近づけなきゃいけない。で僕がやったことは顕微鏡をセットしましてね、でここにその資料材料を持ってきて針をこう固定一応しておいて、でこれに電気回路をつなぐわけで、僕がやることはじっと見て工夫をしながら両方のメーターがほとんど平行に動いたらできたっていうことになるわけね。それだから僕のそれからの研究は毎日毎日朝来るとお茶を一杯飲んでからそこへ座りましてね、顕微鏡を覗いてまず2本の針をね顕微鏡の中でこうやって一番近い位置にセットするわけですよ。これ難しいんですよ。その微調整なんて道具まだ何もないんですから、ピンセットでねこうやってこうやってね、あとは一番いいとこ行ったと思ったら今度電流流してみるわけです。やってもやってもできない。それでね2ヶ月ぐらい経ってまだ出ない。え、2ヶ月もやったの。もちろんだって毎日毎日だって他にすることないんですよ。これだけそのなんていうかな、身の毛もよだつような発明らしいと思いながら、うん、自分の目の前でそれをやろうと思ってるわけですから、なんとかして実行したい。それでねできるわけないんです。結晶がダメだったんですよ。そんなことは後から分かった。再びここは東北大学の電気通信研究所。これは大鉄工。ある外国文献にはそれでもトランジスタができると書いてあった。西澤研究生はこの記述に飛びついた。しかしこれが間違っていた。
大鉄鋼は少し熱を加えるとすぐ変質する。つきそうですね。養分が溶け出して2本の針が立てられない。やむなく針1本の研究から着手した。しかしこの延長線上にやがて PIN ダイオードやイオン注入法の発明など世界的な業績が生まれるのである。ちょっと温度上げるとすぐ変質しちゃうんですね、はあ、でところが研究室に何もないわけですよ、はあ、でそういうところで例えば熱処理しようと思ったってですね、はい、そんなに温度の上がる電気炉がないわけですから、はい、ちょっとしか上がらない物質しかない。そうすると、はい、こういう不安定な結晶を使って実験したっていうのは、はい、非常に助かったわけですね、はあ、ゲルマニウムだったらとても変化するほど温度上がらなかった。これだとちゃんと変化してくれるわけですよ、はあ、だから極めて簡単にいろんな種類 の, その表面をどういうふうにしたら PIN ダイオードになるかっていうのは実験がこれを使ったためにできたんです。ベル研究所がトランジスターを生み出せた要因の一つは、さまざまな専門家がトランジスター開発のために強力な支援体制を組んだことにある。物理、化学、冶金、機械工学、そうした理由で純度の高い結晶が手に入った。そして間もなくウィリアム・ファーンが画期的なゲルマニウム生成の方法を開発する。ゾーンリファイニングという生成法の発明は半導体史上特筆すべき出来事であった。これは東北大学金属材料研究所の三浦恒夫さんに再現してもらったゾーンリファイニング装置である。超高純度の炭素グラファイトでできた入れ物に純度の低いゲルマニウムを入れ、容器ごと石英管の中に密封し水素ガスを流す。石英管の周りに銅パイプをコイル状に巻き、パイプが熱で溶けないように中に水を流す。これは巨大な電子レンジと同じ装置である。ここから送られた高周波電流がコイルに流れると中のゲルマニウムが溶解し不純物質が溶けた液面に浮き上がってくる。この状態のまま容器をゆっくりと左に移動させると不純物は右に移動する。コイルがゴミを表面に浮かせながら右端に吐き寄せるのである。右端を切り落とせば高純度の結晶が後に残る。こうしてゾーンリファイニング技術の登場でゲルマニウムの結晶をほとんど不純物なしの状態に初めてすることができたのである。多分ね、はい、今回初めてご覧になる方の中にはね、はい、何故にそんなにその難しいこう結晶作りに、はい、挑まなきゃならないのかって多分こう疑問に思ってらっしゃる方多いと思うんですよ。そうですね、ちょっと復習を。せっかく入れる微量な電気の元が十分活躍できるためには邪魔者がその辺にいてもらっては困るから、これを全部できたら全部排除したいと、まあ、純度を高めるってことなわけですね、うんうん、さらに今度それだけじゃダメだと、はい、これが、さらに活躍できるためにはね、そこが整地されてなきゃ困ると、はい、穴があったり隙間が空いてたりしたら、うん、せっかくの電気の元が活躍できないから、それを整地するという作業が単結晶。ベル研究所の結晶専門家ゴードン・ティール、トランジスターに使う半導体材料は絶対単結晶でなければならないと強く主張したのはゴードン・ティールであった。当時単結晶を作る研究に対しては誰も理解を示してくれませんでした。冶金学者たちは、わざわざ単結晶なんかを使おうと思ったらいくら金があっても足りないと取り合ってくれませんでした。だから彼らは単結晶の研究など全く何もしなかったのです。ショックレーと並ぶゴードン・ティール、この時二人は接合型開発のためにコンビを組んでいた。ショックレーはトランジスタを生産するのに単結晶なんかを作る必要はないじゃないかと私に言いました。代わりに多結晶の棒の中からたまたま単結晶になっている部分を切り出して使えばいいと思っていたのです。ですからショックレーの考えを変えさせるのに長い時間がかかりました。これはゴードン・ティールが試行錯誤を重ねた実験記録の写真である。
炉の温度が一定に維持できないために結晶が一様に成長しない。ひね人参の連続である。サイコロのような単結晶ができたのは失敗に次ぐ失敗を重ねた後であった。再び東北大学金属材料研究所、ゴードン・ティールが苦労した単結晶作りを復元してもらった。純度を上げたゲルマニウムの結晶をるつぼに入れ、それを炉の中にセットする。単結晶にするための種結晶を回転軸に取り付ける。炉を密閉し中に不活性ガスを流す。石英管の周りに巻かれたコイルに高周波電流を流すと中のゲルマニウムが溶解する。ゲルマニウムが完全に溶けたところで種結晶を回転させながら液面に接触させる。この瞬間、液面の温度、種の回転数、引き上げ速度を誤ると結晶引き上げはたちまち失敗する。液面温度を常に一定にするためにパワーの上げ下げは名人芸が必要である。この時も温度が高すぎて種が溶けたり、あるいはこのように低すぎてかさぶたになってしまった。これずっと棒のようになっていかなきゃなんないのが、そうなんです、それが途中で切れちゃう、重ねようになっちゃった、ね、はい、これで温度が高すぎると溶けちゃうし、低すぎると固まってねじ切れちゃうし、でこの場合はあの温度の設定が低すぎたんですね、低すぎてバーッと固まった、その後、今度は温度がバッとあの電圧が上がっちゃって、それで今度下が切れちゃったという状態なんですが、なんで電圧が上がったかっていうと、研究所が退勤時間になって、みんな電気を消す、でそうするとみんな消えるもんだから電圧が上がる、ちょっとの電圧の上昇で、こういう状態になっちゃったと。そうすると半導体作るためにはここはもうどうしても乗り越えなきゃならない大きな壁だった、その最初だったわけです。昭和29年、電気試験所に電子部が新設された。公の立場で研究し、その結果を公開することで半導体知識を普及するのが狙いであった。二人の若い研究員がまず結晶を純化し、それを単結晶に引き上げてみることになった。この辺でそのゾーン生成という純化装置を作って実験をして、この辺で単結晶作りをやった。俺も忘れられない場所でしてね、何しろね、これがカルチャーショックですよ。僕たちがその時面と向かってやらなきゃなんない技術というのはね、 99.9999 とくの字がね、等を並ぶぐらいの純度です。それよりも高い純度にするわけですよ、ゲルマニウムの中の不純物。それをやらなきゃなんない、こんな経験僕たちというか日本になかったわけですよ。でそれをやるのはこの装置でしょ。でこのボートを動かすんだけど、もちろんその例えばグラファイトのボートね、何しろ目的が99点がくの字が等でしょ。グラファイトが汚かったらダメなわけですよ。で高純度のグラファイトってのは当時日本にないんです。それでどうしたかって、いろんなねカーボンを扱ってる会社に聞き合わせたんだけど、そんな純度の高いものありません。それでしょうがないから今の純度のものを僕焼いて使うからくれって。で焼いてみた。焼いたら不純物が焼いて飛んじゃったらスカスカになって穴だらけになる。巣が入っちゃった。巣が入っちゃった。それでそこから漏れちゃうわけで、これ使えない。で最後にしょうがなくてね、みんなどうやってるかって言ったら、アメリカで実は原子炉を作って、原子炉の中でご存知のニュートロンを減速するためにグラファイトの棒を突っ込みます。やっぱりこのくらいの太さでこんな長いやつ、これがすごい高純度のグラファイト、これアトミックグレードっていうんですよ、原子力用の。それを半導体が使ってたんですよ。最初はとにかくほとんど外国から輸入した形になりましたけども、まあ日本でも作ってくれないかってことで随分あのメーカーを探して、まあ、5年ぐらいの間にだんだんと育ってきてですね、で今そのメーカーが半導体に供給する大手メーカーに育ってますね。あの急ぐとうまくいかないということわざ通りですよ。で僕よせもよかったんだけど、じゃあ中途半端だけどこれでガスを入れてとにかく単結晶を作っちゃおう、で仲間の伝田君と一緒にこれでやろうって言って、まず真空に引いといて、そこに不活性ガスを入れる時に、ね、僕急いでるもんだから、入れたらすぐ単結晶を上げられるようにゲルマニウムを溶かそうと思ってね、中に入っている電熱器の電源入れといた。そこに何百ボルトがかかってるでしょ。そこにねガスをチーって入れ出した。ネオンサインのランプと同じでね、ある圧力が来たったにバーッと中で放電しちゃった。壮観って言うけど僕は泣く思いですよ。壮観でバーッと光ったんだけど、同時に中のねヒーター切れちゃった。結晶を引き上げるというこの真空炉はですね、まあ、これも苦労して作りましたが、
そのゲルマニウムの溶けたこの温度プラマイ1度以下にしとかないとうまく結晶って上がらないんですよ。温度が高すぎるとね、上から種浸すと途端にペロッと種が溶けちゃうんですよ。なくなっちゃう。それからね、温度が低すぎるとね、あのどっかの湖の御神渡りみたいに全部がバリッと凍っちゃう、あの固まっちゃうわけです。またダメね。ですから温度の調節ってのはもう大変な重要な課題なんです。ところが大事なことは900何十度、ほとんど1000度の温度で、温度は自然にほっとけば上がったり下がったりするでしょ。そうなるとダメだから一定に抑えなきゃなん。一定っつってもこのフラクチュエーションの幅をね、アメリカは当時仕様で 0.1 度 C でやってるんです。大変なコントロールでしょ。設定が1000度ですよ。 0.1 度ですよ。でね、例えばどういうふうにやるかっていうと、これこういうあの温度計がありましてね、温度が上がってくるとこうやって温度が上がると針がこう触れてきますね。それで僕たちはアメリカの進歩した機械をさっき申し上げたように変えない。だからあるものでやんなきゃな。当時あったであの温度計っていうのはこういう、これにもうちょっと実物は丸くて大きくて大きな針がついてるんです。でね、実際何が起こるかっていうと、温度を上げてきますとこの針がずっと600度か800度、ゲルマニウムの融点を超えて、まあ、1000度ぐらいまでいきますね。それで僕たち少し下げますね。でね、こうやっといてね、本当はピタッとしててほしいけど、いろんなパーターベーションで上がったり下がったりしてるでしょ。それを感知して、上がってきたら元の電源を下げ、下がってきたら上げる、コントロールしなきゃいかんわけです。ところがご覧のようにね、この針で見たってね、見えるのは何度っていう温度ですよ。 0.1 度見えません。これではそれで現にね、何度やっても結晶作り失敗しちゃったわけですよ。その針の根元に鏡くっつけましてね、でその鏡に光当てますと、その反射した光がずっと向こうの壁に映るわけですよ。で壁に映ったところをこうコントロールすればですね、まあ精度上がる、理屈は上がるんですけど、実際は非常に難しいんです。機械のガタがありますからね、そんなに上がらないんですけども、少なくとも見た目にはずっとこう大きくなりますから、じゃあそれをやりましょう。これはね、結構うまくいくんですよ。実際にはね、こうなってましてね、最初にあの辺に、あの向こうの天井の隅にね、光が行って、僕はね、引き上げの担当だから、僕はここにいて中を覗きながらいろんなものをいじってるわけ。電卓はこの辺にしゃがんでるわけですよ。というのはその前に温度を変える抵抗器の取っ手があるから、で彼はそこにいて僕と話をしながら光の像を見てるわけですよ。で天井見てる。天井見てる。それで天井の上でその光の点がずーっとこっち来ると、急に温度下がってきました。で僕が中見てて、いいからもうちょっと下げて、もう下げるの止めてくれって言うと、彼があの光の像がそれ以上こっちへ来ないように温度を調節するわけで、それでね、とにかく単結晶ができたんです。まるで落語でしたね。いやー面白い。よく考えましたね。しかし鏡をつけるって、この次のお話もね、これ以上に面白い話なんですよ。これ以上に面白い、これ以上に面白い。若き日の再現に熱中する岩瀬慎吾さん72歳、はい、そしたらそれを4つね、こういうふうにこう枠に作ってもらって、昭和25年大学を出て後の電電公社武蔵野研究所に入所した岩瀬さんは、トランジスタの研究を命じられ、結晶作りから始めることになった。木の枠に石英管を固定し、これに真空ポンプをつないで中を真空にする。石英管の周りには銅パイプのコイルをまたがせ、強力な高周波電流を流す。当時はまだね、はい、先ほど、ま、ベルケンのあのゾーンリファイニング、あの方法はまだ登場してなかった時代、はい、ですからそのゲルマニウムの結晶をね、ただ溶かしていいとこだけを使うという時代なんですね、でその時に岩瀬さんが考えたことは、このゲルマニウムを溶かすと、そうすると下からずっとゆっくり溶かしていくと、はい、これは もちろん時速数センチの割合でこうやっていくと、この中の、不純物はだん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 ずっと上上へとこう追いやられて、最後上にたまるだろうと、はい、下使えばきれいじゃないかと、はい、なかなかいいいいアイデアなんです、うん、これを発展させればゾーンリファイニングそのものだったんですけど、岩瀬さんはここ止まりだったのが残念とこういうわけですね。苦労なさったのが、あの岩瀬さんの場合には電電公社ですから、あのこのコイルに電力を与える発信機はあったと、はい、問題はそのコイルをいかに時速数センチの割合でゆっくり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 上げていくかというのが、これが大変。そこで岩瀬さんが考えたのが、バケツに穴を開けてやる方法なんですね。これバケツでどうやって、これはあのコイルをですね、持ち上げる重り兼水の中に浮かしていくフロートです。ただの木のあれです、木です。こう水を今入れましてね、
こういうふうに。それでここにこの水道の線がついてます、コックが。これで水をこう自由にこう量を加減してですね、流していくわけです。そうするとこの流し方によってこれが徐々にずっとこう下に下がっていく。水が下がる、水面が下がる。そうです。と浮きも下がる。そうですね。浮きについてる糸が引っ張る。そうです。こういうことをもう一日中やってたんですからね。今と違って自動車がないしゴルフがないんだからやることないでしょ。これだけ。これだけ。朝から晩まで。朝から晩まで徹夜してやってるんです。それから新しいですからね。やっぱりやることをなすことすべて新しいですから非常に楽しかったです。夢中でやりました。バケツと水だったら当時もたくさんあるでしょうからね。当時はいくらでもあって考えましたね。で結局どうなったんですか。だからこれで日本で初めての転接触型トランジスタを作って日本で初めて成功したんです。見事見事、はい、ただこのケースはね、電電公社ですから道具があったんですね、発信機ってとんでもない、でかい電子レンジのお化けみたいなやつ。これは電電公社でそれがあった。それ岩瀬さんはラッキー。岩瀬さんラッキーだと、なかった人がいる。雨森校舎の片隅から始まった西沢研究室も電気通信所の建物が完成するとそこに一室が与えられた。しかし部屋があまりに狭すぎたため給与の一策で部屋を上下2段に改造した。これは西沢純一さんが自ら8ミリで記録した当時の研究室。研究員はしばしば針に頭を強打して混沌した。鉄の隙間をかがんで歩く西沢研究室を人々は潜水艦と呼んだ。この潜水艦を占拠する巨大な変圧器、そこから伸びている3本の太い電線、電線の先をたどると中2階には放送局並みの装置が座っていた。すべてが寄せ集めの廃品で作られた自作の巨大発信機。東に発信管があれば譲り受け、西に変圧器あれば駆けつけた。大きな電流に耐える抵抗器が手に入らず家庭用電熱器で代用した。高い電圧に耐える大容量のコンデンサーは空き缶に油を詰めて自作した。1年間にだいたい30万ですよ。その30万で町であちこち頼んで部品を買い集めるんですね。発信機を作る。あとは労力は自分の労力ですからタダですから、その感電しては転げ落っこったりなんか今になっているとあれはまさに死んじゃってもおかしくなかったんだろうと思うことがあるんですけど。感電というのはどこで感電するの。その電源作ってるわけでしょう。そうするとそれにうっかりして感電するわけです。触っちゃって、でまあその失神して床に転げ落ちて目が覚めたっていうことがありますけど、そういうことばっかりやってたんです。これは RCA 製 2N104EH、 実際に量産された転接触型トランジスターである。しかし間もなく製造中止になる。少しの衝撃で針がずれて実用に耐えなかったからである。そこで針を樹脂で固めてみた。これはプラスチック封じの試作品である。透明な樹脂を通して小さなゲルマニウムの結晶に2本の針が接触しているのが見える。ところが気候の変化で樹脂が膨張収縮を繰り返し針がずれてしまう。結局 RCA は転接触型トランジスタの量産を諦めた。これなんかそうですね、これはそうなんですがね、これなんかこんなもんなんですよ。これ穴が開いてるでしょ。はい、穴の中にその針が
ったってこれもう見えませんわね。かすかに金星みたいなのが見えてるのはそれですか。そうです、これがそうなんです。でこういうでこれポンとこうやったらもうこれで針がずれちゃうとかね。これなんかの拍子にこの針がずれちゃって、その非常に不安定なトランジスタで、そうすると私たちが今使ってるそのトランジスタっていうのは、これは直接のルーツはどうなるわけですか。しか針のないトランジスタになるわけですね。このトランジスタ、針のないトランジスタを生み出したのが、先ほどちょっと申し上げました、ウィリアム・ショックレー。ショックレーってその、そうトランジスタが発明された時にいなかった。いなかった。8年間も永遠と失敗を重ねて、最後の瞬間に自分はその場にいなかったというね、その悔しさをね、後に回想記に書いてるんですよ。あ、これだ。ショックレーの手記ですね。接合型トランジスタ発明までの道という。私は発明者の一人ではなかったために、グループの成功に手放しで意気揚々とはなれなかったのである。私は8年以上も前から努力し続けてきたにもかかわらず、私自身の手では重要な発明を行えなかった。その結果、私は欲求不満になっていった。そうなんです。それでその欲求不満が次のバネになるんですね。やがてこの点接触型トランジスタが登場して40日後にショックレーはね、接合型トランジスタって針のないトランジスタを考えるんですよ。たった40日だったじゃん。でその後ここにも書いてありますように、5年間でね90件の特許を申請するんですよね。でそれがじゃあ今日のトランジスタに。そうなんですね。その接合型トランジスタがトランジスタ時代の幕を切って落とすと、はい、ショックレーは接合型理論の考案でバーディン・ブラッテンとともにノーベル賞を受賞する。そして針のない接合型トランジスターの理論こそが半導体産業の幕を切って落としたのである。これゲルマニウムの結晶だと考えてくださいね、はい、でここにこっち真ん中にこう層があるでしょ。こう真ん中にこう、ものすごく薄い層ですね。薄い層がね、はい、でこういう層を作り込むことなんだと。電気の元のプラスの電気の元が入ってる。で例えばプラスの電気の元っていったらガリウムとかボロンとか、この両側にこの青いところね、両側にあるこの青いところ、これにはこっちはマイナス電気だったらアンチモンとか、そういうものが微量この中に入ってると考えてくださいね、はい、ゲルマニウムの結晶だけど電気の元で性質が違ってると。性質が違うのが隣り合ってると、はい、でこれがしかも張ったんじゃなくて一つの結晶の中にそういう部分が隣り合ってると考えてくださいね、うん、こういうものが仮にできたとしましょう、はい、ゲルマニウムの一体型の結晶の中にこういう層が、P 型層ができたと仮にしましょうね、はい、でそれをこういうふうな、こういうふうにして電気回路をつないだと仮にしますね、はい、またぞろ大きな電池、青い線でつないだこの青い回路、うん、ね、小さな電池、それにつながる白い回路と、はい、でその白い回路は P 型の P 型層にこうつながってると、はい、こういうふうに仮にしたとしましょう、はい、オンにするとこの回路を変化させてみてください。これでボリュームで、はい、じゃあちょっと電流落としますね。はい、はい、こう上げましょう。はい、はい、下げましょう。はい、上げましょう。はい、下げましょう。はい、つまりここの変化が、この小さな変化が大きな変化になったら現れると。なぜなら電池が大きいのつながってるから、はい、青い回路に流れる大きな電流を、はい、いいですか、この白い回路のこの P 型層が関所になってるんですね。関所、ほう、でこの関所の席を開けたり閉めたりするもんだから、はい、ね、ええ、するとこの中の大きな電流がその関所の開け閉めに比例してドーッと流れると。大きくいきましょうか、バーッと、はい、この明かりがこれほど増幅するされると。例えば音声だったらこうなるわけですね、はい、確かに針はありません。針ありませんね、うん、味噌はだから一つの結晶の中に性質の違うものをサンドイッチにしたと、はい、そうなんです。それができなかったんです。これはベル研究所で作られた初期の頃の接合型トランジスタである。飴玉のような塊の中にはゲルマニウムの結晶が入っており、それには電気的性質の異なる3つの層が作り込まれている。多くの技術者がショックレーの理論を実現しようと情熱を傾けたが、最初に成功したのは結晶の研究者たちであった。ショックレーはトランジスタの製造法に関して点接触型とは異なる画期的なアイデアを持っていました。それは全く理論に過ぎなかったのですが、つまりいわゆる針のない接合型のトランジスタを作ることが可能であることを示していたのです。
しかし誰も実際にどうやって接合型トランジスタを作ればいいか分かりませんでした。そこで私は単結晶を引き上げながらトランジスタを作る成長型トランジスタを思いついたのです。単結晶製造の途中で P 型不純物、つまりプラスの性質を持った電気のもとガリウムを投入する。するとガリウムは成長する結晶に溶け込み層をなし、 P 型層ができる。約10秒後、今度は N 型の不純物、例えばアンチモンを投入する。すると P 型層の下に再び N 型の層が成長し、結晶は NPN のサンドイッチになる。これは実際に引き上げられた単結晶の実物である。冷えた後結晶を取り出す。この塊の真ん中に P 型層ができているはずである。これを薄く何枚にも切断する。その1枚をメッキ処理すると白い線が現れる。それが P 型層。それを上下から挟んでいるのが N 型層。これを短冊切りに切断すると多くの細い棒になる。その1本は真ん中に P 型層を持つ小さな結晶棒になっている。NPN の各層に電極をつないで完成する。これが成長型トランジスタである。同じ頃もう一つの技術、合金型トランジスタが登場した。 N 型ゲルマニウムの両面を P 型物質インジウムの粒で挟んで炉に入れる。インジウムはゲルマニウムの両面から中に溶け込んで合金となり P 型層を作り出す。真ん中に残る生地の部分は N 型なので結晶は PNP のサンドイッチになる。これを仙台の半導体研究所で実際に作ってもらうことにした。超高純度の炭素グラファイトの容器にまずインジウムの粒をセットする。その上にゲルマニウムの小片を乗せる。縦横3ミリ、厚さ 0.5 ミリ。最後に穴の開いた蓋を乗せ、蓋の穴からインジウムの粒をゲルマニウムの上に落としてやる。この厄介な作業をトランジスターの数だけ繰り返す。もう一度クローズアップで見てみよう。一番下にインジウムの粒を置く。その上にゲルマニウムのペレットを乗せ、穴の開いた蓋を乗せ、穴からインジウムの粒を落としてやる。この状態のままそっと炉に入れて加熱する。炭素の板にえぐられた穴の数だけトランジスタができるのだが、一個一個特性にばらつきが出る。800度の温度で20分加熱する。インジウムの合金が、ゲルマニウムの両面にできてると、はい、両側からサンドイッチでできてるわけですね。そうですね。これがトランジスタですか。最後に合金部分に金線をつないで電極にする。これが今金線を。トランジスタガールの主な仕事がこれであった。あそこですか。あ、失敗した。あ、失敗した。あ、ダメだ。おお、ダメですね。なかなか、なかなか命中しませんね。金線の上からピッといかなきゃいけないんですよ。そうなんですね。ああ、命中したか。あ、つきましたですね。ああ、おめでとうございました。こうして合金型トランジスタが完成する。1952年5月、ベル研究所はシンポジウムを開いてトランジスタ技術を公開した。重要技術の占有は独占禁止法に抵触するかもしれないと考えたからである。この時のテキストがやがて本になって登場する。トランジスタテクノロジー全3冊。執筆者はショックレーをはじめ当時の超一流の研究者の名が並んでいた。量子力学を中心としたトランジスタ理論、結晶の基礎知識から製造の実際、トランジスタ作りの方法、関連装置の設計まで、詳細な記述に満ちたトランジスタについてのバイブルであった。トランジスタテクノロジーと言いましてですね、
このベル犬でこの編集した本なんです。これ3冊分かれてましてですね、3冊に分かれましてボリューム 1,2,3 だって、これ実は海賊版なんですけどね。海賊版ですか。海賊版です。これ当時の半導体屋がバイブルとしてもう肌身離さず読んでたものですね。なんか海賊版まであったそうですね。あんまりそんな話しない方がいいとは思ってますが、もしあのここだけでよろしければほとんど海賊版ですね。ほとんど。それはもう数冊アメリカから誰か買ってきましたけど、それみんなもうあの最初はコピーをしようと思う、コピー当時なかったですからね、写真撮ったりして大変だったんですが、海賊版業者がいるわけですよね。ですから90何パーセント海賊版、90何パーセント海賊版だと思いますね。それで皆さん1冊ずつ持ってたと。そうです。じゃなきゃとても買えた値段じゃないと思いますね、当時の給料では。これあ一生懸命読んだんですね。でこういうトランジスタが工業化していくわけです、うん、これから、うん、今までは研究室の時代ですね、うんうん、登場なさった方は相当研究室のご苦労を今、あの見ていただきましたけども、はい、これからはこれを今度いよいよ産業化していくお話になっていくわけです、はい、時に、会社はみんなその復興資金を借りてはその給料で払ってたような経営をしてましたから、はい、それじゃダメだということでドッジがやってきます、うん、で国に緊縮財政を要求しますね、うん、そうするとたちまち失業者増える、首切りは行われるっていうんで、うん、世の中暗い時代に入っていたその時、朝鮮戦争が起きて、はい、特需が爆発的に発生すると、うん、その特需で稼いだ外貨を、うん、それを何に投資するかって、技術に投資しようとするんですね。あの人々の給料じゃなくて、まあそれもあったでしょうけども、新しい技術を外国から買おうと、自動車産業もしかり、うん、電気産業もしかり、うん、それでこれからそういう外国の技術を買って、はい、そしてあの産業を飛躍させていこうという時代に入ってきます。そういう余裕ができてくるんです。できてくるんですね。さてその話がこれから始まるんですが、はい、時代は少し戻りまして、まだ不況の時代から入ってまいります、はい、東芝にいた頃ね、やりたいと言ったらね、東芝は真空管のその有名な会社で、ね、なぜそんなものな鉱石研磨機のまがいみたいなものを作ったらしょうがねえとか言って偉い人に叱られたことあるよ、なんで叱られた、ね、そんなくだらんことやらんでも真空管の方やれということまあこういうことですよ。今あの当時食えなかったですね我々。あの今晩の飯をが心配なのに、明後日の晩のディナーの話を僕がするって、あの上の人はみんな怒っちゃったんで、まあ国賊扱いにされたんで、だからあの研究費なしでね、やれるもんならやってみろって。で私なんか若気の過ちでやりますって言っちゃったんですよ。現代の半導体技術では結晶棒を薄く切断することなど何の苦労もない。ダイヤモンドカッターが太いインゴットを高速で正確に切っている。だが研究費ゼロで始めたおさくねさんはゲルマニウムを切断する道具が買えなかった。やむなくグラインダーを工場の片隅から拾ってきてカッターを取り付けた。それは砥石を接着剤で固めた壊れやすい代物であった。回転するカッターにゲルマニウムを押し付けるとカッターはなぜか飛び散った。飛び散る刃先から身を守るために研究員は全身を布で巻いてカッターに挑戦した。それはまさしく当時流行りの月光仮面さながらの姿である。パーンとまるで飛びますよ。ですからこの回転を速くすればいいわけ。それでこの回転を3300ぐらいまで、ね、増やして、そしてあのやるわけですよ。で長船さんがやったのは研究室ですから、長船さんは乱暴ですからね、あの人機械さんじゃないですからね、回して切ればいいと思うから回転数なんての全然お構いなしにやるから飛ぶわけですよ、パーンと。だって最初は5ミリぐらいの厚さですから、それを1ミリ以下のコンマ5ミリぐらいまでこれでゴシコンゴシコンやるわけ。え、5ミリからコンマ5ミリまでゴシコンゴシコン、ええ、これは最初はあの紙ヤスリで磨いた手で。そうするとこのね指紋がみんななくなっちゃって、それで血が出るように痛くなってくるんですよ。そうすると今度はお前買われてて8人いましたから
で毎日毎日何分交代ぐらいで磨くんですか？いや分じゃないですね、時間です。え、一人が2時間ぐらい。2時間ぐらいずつ、だってこういろあの両手があってこういっぺんに1本あればいいでしょ。これいや噛みやすいの上でキコ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 やるわけです。それで疲れたから交代と。そうそうそう、一日中それを交代でやって、それで数日かかって、5ミリを 0.5 に縮めたと。そうなんです。仕方がないでしょ、人にその泣き言言っていけるわけじゃないんですよ。予算ゼロですからね。予算ゼロでやりますって言っちゃったでしょ。ものづくりというよりもあの学者の集団でしてね、当時半導体やってたのは長船さんみたいなね。長船さんなんてのは、ね、学者もいいところ、あんまり悪口言っちゃいけないけど、学者もいいところでね、ものを繰り返して大量に作るなんていう感覚ないですからね。こうやらできるというとのね、ピンセットでもってね、あの竹槍戦法で作るわけですからね。それを自動化してけって言ったもんですから、もう嫌で、最初は嫌でしょうがなかったですよ、この仕事は。お、玉川の工場行ってね、これは落ちこぼれだと思ったんですよ。もうだってピンセットとね、女の子の集団でしょ。ピンセットでもってね、女の子がわんさか並んで、こんななんかあのなんか知らないけど、こう飲み取りまなこみたいなことでもってこうやってるわけですよ。これ何をするのかなと思いましてね。顕微鏡の下で仕事しないとできないわけですよね、ミクロン単位だから。ところがね、うちの人偉い人はね、目でやれって言うんだよね。目で、うん、顕微鏡というのはね、あ、病院で使うもんだと、細菌を見るもんだと、ね、ほんな君、我々の研究に顕微鏡なんているはずないと。ましてその物を作るのにね、顕微鏡を使うとは何事だと。1952年昭和27年ベル研究所からトランジスタ技術が公開されると、日本の技術者がアメリカに殺到する。研究室の時代が終わり、量産化の時代を迎えると、日本の技術者たちはさまざまな困難に直面していた。同じものを高品質で大量に作るノウハウを知らなかったのである。ここは AT&T ウエスタンエレクトリック工場、当時ベルケンと並んでメッカのような存在である。半導体についてですね、東芝の人が調査に行くからアテンドしてくれっていうのが来ましてね、昭和28年の暮れでしたね。その時が初めてこの半導体にぶつかった最初なんです。でそれ以来ね、もう日本から続々と人が来ましてね、ですからお客様もう5人ぐらいお見えになるとですね、もう我々はもう本当にもう夜昼なしのですね、お供をするようになりましたね。5人というのはまたいっぺんに5人も、5人も7人もということをよくありました。あのつまり半導体の関連は、はいはい、ですからあの昔式に言えば五越同州で、お客様、競合するお客様を2組ずつお供していったりとかね、まあ、それから3年アメリカにいたわけですが、その間にまあいろんな方のお供をして、行きました。総勢300人ぐらいじゃないか思いますがね、もっといたかもしれませんね。3年間で300人ぐらいはいたと思いますよ。ほとんど全ての日本の電気会社から技術者たちが続々と訪ねてきました。ソニー、それから三菱、そして三洋電機など。だってわらなんて言われちゃうんですよ、水がねえ。それからね、ウェルカムっていうでしょ。まずそれがウェルカムっていうのはそんなに歓迎するはずがないのに、ウェルカムウェルカムって言うんですよ、いろいろね。それはね、どういたしましてなんですよね。アメリカ側もですね、当時はですね、取引もない契約もないのにですね、飛行場まで出迎えに来てくれたり、昼ご飯をご馳走してくれたりですね、写真はいけないよと言いながらですね、工場の中をね、個人ベースで案内してくれたり。これがブラッテンの写真です。誰もがトランジスターの発明者に会いたがった。ショックレー、バーディン、ブラッティンの3人は日本人技術者にとって神のような存在であった。その派手頭は何ですか？そのノーベル賞の頭なんか映ってるのは道とハゲ頭しか映ってません。このハゲ頭がこのブラッテンの頭。
しかし、なんで頭だけ取ったんですか。これは、いや、やっぱりノーベル賞の頭っていうのは貴重だと思って取ったわけ。やがて日本企業はそれぞれが技術提携の相手先を求めて奔走し、ノウハウ契約を結ぶのである。マルヒですね。その当時はマルヒだ。日本電機はゼネラルエレクトリック社 GE とノウハウ契約を結んだ。あ、これ山一山ずつ何か意味があるんですか。いや、年代別に分けちゃう。30年代、40年代、50年代と分けちゃう。これですよ。これ日立製作所は RCA と総合契約を結んだ。これ丸みって書いてあったのはね、この方はね、スケッチが大変お上手なんですよ。特にこの女子のね、ワーカーのこのスケッチが大変素晴らしくてね。写真じゃなくて。写真じゃない、写真なんか撮れませんよ。写真なんか持ち込み禁止ですからね。とにかく絵で描いていくんですね。現地で必ず絵を描くわけです。夜寝ずめも寝ずにね、絵ばっかりですね。それでこれなんか汚らしい絵が描いてあるけど、これね、帰ってきましたら必ず製造装置になってるんです。やっぱりその RCA の正式の文書だけじゃなくって、その裏に潜むもうちょっと細かいノウハウとか、その理由とか、そういったことがいろいろ書いてあってね。これも駐在員から送られてきた文書、工場では最も重大な機密文書として扱ったのである。捨てないで保管しておいたと、こういうわけですね。もったいなくて捨てられない。もう私どもにとってはもう捨てられないね。これ見なさい。おさくねさんは常にこのメモ帳をポケットに入れ、見たこと聞いたこと考えたことすべてを最大漏らさず記録し、本社に書き送ったという。それで全部ですか。いや、まだです。まだです、じゃあもう全部。いや、もう面倒くさいから、あれ引っ張り出してください。こういうのはその時のノウハウが全部これ入ってる。走り書きやスケッチはホテルで詳細な解説と精密な図面になり、日本に帰るとやがて必ず動く装置に化けたのである。北海道岩内郡共和町にある住友金属鉱山国富事業所電子工場、ガリウムヒ素などの先端的な結晶技術を開発しているところである。この工場の一角に、おさくね鈴木の両人がアメリカから学んできた装置の数々が今も動いていた。例えば量産型の単結晶製造装置、作業がしやすいように炉が横に移動する。しかも炉のヒーターは不便で危険な高周波電力を使わずに、ありきたりのニクロム線を使っている。動く電熱器が石英の中にセットされたゲルマニウムをゆっくりと溶かしながら単結晶に変えていく。種結晶を回転させる必要もなく、巨大な発信機も必要なく、 GE が開発した簡便でローコストな画期的単結晶製造装置であった。ところで、今ここで製造されているゲルマニウムの単結晶は一体誰が使うのだろうか。私たちはゲルマニウムの行方を追ってみた。日本国内ではわずかな量のゲルマニウムをダイオードに使うところがあるだけで、ゲルマニウムトランジスタのメーカーは一社もなくなっていた。では一体このゲルマニウムはどこに売られるのか。アメリカ・マサチューセッツ州の大都市ボストン。そこから車で2時間、アンドーバー市にあるゲルマニウムパワーデバイス社。ここに北海道産のゲルマニウムが納入されていた。これはTO36 や TO68 というタイプですが、1年に何千個も IBM に納めています。こっちはクレイコンピューターにたくさん使っていただいています。うまくいけばこいつを毎月500kg も出荷することになります。結構な量でしょう。この小さな部品は TO8。 面白いことにインドのある会社に出荷しています。なんとインド陸軍の通信機に使われているんですよ。ゲルマニウムは低い電圧で動き、しかもスピードが速いため、コンピューター用の分野ではシリコンに勝るというので、新しいゲルマニウムの時代が訪れていた。
そうした新しい需要のほかに、今も働いている昔の装置にゲルマニウムトランジスタを補給する必要があり、その引き合いが結構あるというのである。それを残存者利益というのだそうである。風雪に耐えて最後まで生き残ったら残り物に福あり。量は少なくても一種の独占販売になり、価格の競争がないに等しい。これは炉から出したばかりの合金型トランジスタ、インド陸軍向けである。顕微鏡で合金状態の良し悪しを検査し、ペレットをより分けているところである。この小さなペレットの両面に金線をつなぎ、容器に入れるとトランジスタが完成するのだが、金線ボンディングはあの半導体研究所の研究員が汗みどろで格闘した作業であった。この会社は動く半導体装置の博物館でもあった。ゲルマニウム時代のさまざまな装置がアメリカ中から買い集められている。これはテキサスインストゥルメント社が1950年代から60年代初めにかけて使った合金型トランジスタの自動ボンディング装置である。合金工程の終わったペレットを瓶から装置の受け皿に均等に撒き散らし、スイッチを入れる。機械が小さなペレットを一個一個吸い取ってグラファイトの容器にセットする。容器の小さな穴に細い金線が降りてくる。このあと容器ごと炉に入ると金線は先が溶けて必要部分に接着する。両面に金線が生えたペレットを次のラインに送り、金線の端を金具の電極に溶接する。この工程は微妙な動作が見えるように機械を超低速でゆっくりと動かしてもらうことにした。機械がペレットを受け取り金具にセットし、金線の両端を電気火花で溶接する。動作が理解できたところで普通の生産速度に上げてみよう。よどむことなく次々とトランジスタが出来上がっていく。これが1950年代アメリカの自動化技術であった。だからやっぱり序味も抜かれますよ。もうこれはかなわないっていう感じですね。またそこでね、こういう国とよく戦争したなと思ったんですよ。いや、私はね、実際アメリカ海軍と戦争やってましたからね、がっくりしましたね。こんな巨大な国とよく戦争できたと思って。これなんですね、見てください。この上についてる丸いの、そう これをオートメーションの機械で金線をつけたり、ガチャンガチャンやったわけでしょ。だからいかに当時の1950年代のアメリカの自動化の技術がすごかったか、だからよくこんな国と戦争したなとよく分かるような気がしますよね。1950年代、はい、で日本では当時どうやってやってたんですか。それが日本ではこれは大体そのトランジスターガールという女性がこの仕事をこう手でやってたわけですね。だから逆に言えば日本のトランジスターガールがいかに優秀だったかってことでもあるし、日本のトランジスタガールなかりせば、日本の半導体産業はあそこまで早くは立ち上がらなかっただろうということも言えるわけですね。さていよいよですね、はい、日本のトランジスタ産業そのものが立ち上がってきます。当時日本はもう個人生活が多少豊かになっていると、はい、ね、で家電製品は売れ、そして若者たちの間には若者独特の風俗が生まれつつ、太陽族で彼らの間に当時流行ったのが、携帯ラジオ、ただし真空管、これをトランジスタにしたメーカーがいる。当時小さな零細企業、東京通信工業、今のソニー、はい、お話はニューヨークから始まります。戦後いち早くテープレコーダーの開発に成功した東京通信工業の創業者伊深勝氏は、昭和27年4月テープレコーダー売り込みのためニューヨークに滞在していた。2ヶ月半ぐらいアメリカにいましてね、アパートへ行ってもう夜寝られなくてね、いろんなこと考えちゃったんですよね。時にベル研究所がトランジスター技術の公開をした直後であった。全体の従業員が120何名ですよ。そのうちの3分の1以上がね、大学でと専門学校でなんですよね。でそれはどうしてかっていうと、テープレコーダーのテープをこしらえるためにね、少しでもそういう役に立ちそうな人片っ端から入れちゃったわけなんですよね。働くワーカーよりもね、デベロップする人を
だからこの人たち一体どうすればいいかなと思ってね、ちょっと寝られないままに悩んでたわけなんですよ。そしたらね、アメリカでいろいろ世話してくれてる友達がね、今度ウエスタンエレクトリックでトランジスターの特許をね、使わせる開放したと。開放って無料じゃないですけどね、お前興味持たないかって言って来たんですよね。で、あ、そうだ、こんだけその何でもできる人をねたくさん持ってるんだからね、トランジスターってのは難しいに違いないからね、これを一つ考えにようと。トランジスターの実用化にかけたもう一人の経営者がいた。テキサス州ダラスにある石油探査専門会社テキサスインストゥルメント社の社長パトリック・ハガティはベル研究所からゴードン・ティールをスカウトした。ゴードン・ティールはここでシリコンの成長型トランジスタに成功。これがテキサスインストゥルメント社が半導体事業へ乗り出していくきっかけになる。このトランジスタを使ってリージェンシー社がポケットラジオを開発。販売価格$49.95、およそ18,000円、1954年発売。折からのロックンロールのリズムに乗って爆発的に売れた。その数10万個。アメリカ商品市場空前の出来事であった。この成功でテキサスインストゥルメント社は半導体企業の道を確実に歩み始めるのである。東京五反田にそびえる現在のソニー本社、そしてその前身東京通信工業。テキサスインストゥルメント社に遅れること1年、昭和30年、日本で初めてのトランジスタラジオを発売した。販売価格18,900円。使用トランジスタはゲルマニウムの成長型。基本特許と製造特許をウエスタンエレクトリックから買って製造を開始した。頼みの綱が特許文書とあのトランジスタテクノロジー実際編であった。ウエスタンは特許は売ってもノウハウは売らないのが決まりだったからである。試作を繰り返して十分な経験を積み、技術が身についたところで量産に入るという余裕がなかった。試作と生産の区別がつかないまま量産に入った。確かにできましたね、ラジオが。ただ量産ができないわけですよ。ぶどまりのパーセントが低いもんですから。だからもうちょうど昭和30年から31年にトランジスタラジオのブームができましたよね。でその時にはもうニッチもサッチもいかなくなってきたという。昭和30年マンボ大流行、トランジスタラジオはマンボのリズムに酔いしれる若者たちの間で熱狂的に受け入れられた。しかし肝心のトランジスタ製造が100個作っても使えるのがたったの5個。もともと成長型はラジオには使えないとウエスタンの技術者たちが伊深社長に強く忠告したほどの代物であった。オペレーターがね、うちの場合は中学校での女の子にさせてたんですよね。それでそのクリスタルコントロール全部マニュアルですからね、それでやってたの。それで自分がこしらえたクリスタルがね、最後の製品にならないといいかどうか分かんないんですよね。でその女の子が気になってね、ずっとトレースしていったんですよね。一昨日やったやつは良かったんだと、昨日のはダメだったんだ、どこが違っただろうという。彼女はその途中に何かフォルトがあるから、それを見っけ出そうと思ったらしいんだけど、途中のことじゃないんですよね。やっぱりクリスタルの問題なんです。ここでもう一度成長型トランジスタの製造法を思い出してみよう。単結晶を引き上げる途中でガリウムを入れると、結晶の中に P 型の薄い層が成長する。約10秒間隔を置いて今度はアンチモンを投入すると、これ以後は N 型の結晶が成長し、結果として薄い P 型層が N 型層の真ん中に作り込まれる。問題はアンチモンにあった。でアンチモンの欠点はこれ引き上げてるうちにですね、ずるずるっと崩れてくるんですよ。要するに真ん中の P 型層がなくなっちゃうと。ええ、なくなるか薄くなっちゃうか。これは P 型層がアンチモンに侵略されて消えかかっている写真である。 P 型層を守ろうとして層を厚くすると、
今度は特性が悪くなってラジオには使えない。アンチモンの代わりにリンを使ってみることになった。だがベル研究所のデータではリンの侵略性はアンチモンと同じとされていた。学問的に勉強してる人はそのデータ見たんではリン使ったって同じだよというわけですよ。やっても無駄だ。そのデータが間違ってたの？そうです、そうです。一桁違ってたんです。はあ、そういうこともあるんですね。ですからそれを信じるか信じないか、私は信じ、あの 現実しか信じなかったんですよ。製造現場の現実しか、とにかくやってみた。リンを錫の合金にして投入するとたちまち侵略は止まり、層は厚いがくっきりとした P 型層が現れた。あとは投入のタイミングを早めれば層は薄くなる。いけいけどんどん、一気に量産が開始された。全員期待のうちにリンと錫の合金が投入された。これで大成功間違いなしと思われた。ところが結果はライン全滅。ブームの真っ只中でラジオの生産が全面ストップ。東通工は創業以来最悪のピンチに落ち込んだ。ライン全滅の原因はリンの投入量を精密にコントロールできないことにあった。ノウハウなしの開発など所詮無理ではなかったのか、技術陣は絶体絶命の淵に立たされた。大変でした。伊深社長さんにも呼ばれましたし、どうしてくれるんだということになりまして、それでもう RCA の特許でも使った方がいいんじゃないかっていう話まで出ようとしたんですけどね、ちょっと待ってくれということでそのインジムリンを実験したんです。リンと錫の合金は錫の比重が大きすぎてリンの投入量が一定しなかった。それならリンと比重の同じインジウムと合金にしてみたらどうだろう。土壇場でインジウムリンの投入がひらめいたのである。くっきりとした薄い P 型層が現れた。トランジスターの特性が一桁上がり、ラジオの性能が格段に向上した。後のない試みが一打逆転の大成功となったのである。やっぱり9割近くいったと思いますね。90% 以上、不止まりが、もう特許料も払わなくていいし。あ、特許料払わなくていい。まあ基本特許は別として、でそれ自体が特許になりましたから。あ、なるほど。で不止まりは上がるし、ですから非常にアロイより安くできましたね。それでトランジスタブームが定着したわけですね。それでもう一挙に解決しましたね、ソニーのトランジスタラジオの問題点は。だからできないんじゃないしに、そのぶどまり を上げることをやろうとしなかった誰もがね、ぶどまりの数字に恐れをなしてやらなかったの、私なんか無知だからね、それをあえてやっちゃったという。ひらめかなかったらどうなりましたかね。もう怖いですね。会社潰すかと言われましたから。会社潰す気かと言われましたから、それ以来ね、ぶどまりの低いってことは何にも恐れないでね、低いものほど面白い宝の山だと。何か欠点があってぶどまりを悪くしてんだから、それさえ探していけばガバッと、そのさっきの女の子に教わったあれじゃないけれども、ぶどまりってのは上がればものすごく儲けになるんだという、そういう考えはそれからあと捨てていませんね。マンボ、ロック、ロカビリー、次々と登場するニューサウンドが若者たちの間にトランジスターラジオの需要を絶えることなく爆発させていった。ラジオは作る後から飛ぶように売れたのである。この成功を経て東京通信工業は一段と飛躍を遂げていく。ソニーのね、裏口がありますわ、玄関の後ろの坂の途中で、こっち側に自動車、僕役員ですから自動車持ってたわけですよ。それでどこの自動車がね、どういう資材を運んでくるだろうと、でずっとね、新聞記者の方みたいにね、自動車持ってました、こうやって見てましたよ。自動車の中で張り込んでる。そう、張り込んでたしな。それで出入りする車をチェックした。そう、まるで産業スパイですね。いや、まあ今から言えばそうかもしれませんね。だってそれは別にいけない方法じゃないでしょ。もちろんそうですか。それはそれだけですね、やっぱり遅れを取り戻そうと思ったわけですよ。
トランジスタラジオのブームが起きると電機メーカーは一斉に東京通信工業の後を追い始めた。やがて市場は激しい下等競争の時代に入っていく。飽くなき競争の結果、トランジスタのコストは劇的に下がり、品質が飛躍的に上がった。それを支えたのがトランジスターガールたちの器用な手先であった。やがて日本はゲルマニウムトランジスタの生産では世界一の地位にのし上がっていく。時代が少し遡るが、昭和25年春、日本学術振興会は通称ゲルマニウム委員会を設置した。朝鮮戦争の勃発と同時にアメリカがゲルマニウムを戦略物資として買い占めた。そのためゲルマニウムをいかに国内で確保するかが国家的な命題になったのである。それを解決したのが稲垣勝さん、当時三井化学の技術者であった。石炭廃液の中からゲルマニウムを回収する方法を開発したのである。いわば電力会社やガス会社から出る産業廃棄物の二次利用であった。石炭を燃やした煙からですね、煙を水で洗ったあれですね、これがガス液ですね。あ、廃液、ガスの廃液です。廃液捨てていました。でそれをあの空気で酸化しますとこんなに黒くなるわけですね。でこれをあの沈殿してこういう黒いものが取れるわけです。粉ですか今度。今度黒い粉ですね。でこれを燃やしたものがで、この中に酸化ゲルマニウムがあるわけですね。でこれとあの塩酸と一緒に反応したらそのいわゆるって言ったさ、これが酸化ゲルマニウムです。あのとにかく白い瓶に白いものの粉の入ったのを持って帰ったんですよ。そしてね、あのその晩なかなか興奮して寝られないの。どうかしたんですかって言ったら、いやこれをね明日あの研究所に行ってこれをそのやってみたら、これがゲルマニウムかどうかが分かるんだけども、今夜それがもうその明日の朝のこと考えたらそのね、それが眠れないんだって言うんです。で それじゃああんたそれどうすればいいのって言ったら、これをものすごい熱でね、あのものすごい熱、すごい1000度ぐらいの熱でやったら、そしたらそれが燃えればしょう、もうそのゲルマニウムじゃないけど燃えなかったらゲルマニウムだって、そしたら日本で初めてゲルマニウムができるんだって言うんですよ。だから私もへえ、そりゃまあね眠れないわって。それで一応だけど夏でした、暑かったですね。それだからそれじゃあね、うちのあのガスレンジでやってみたらって言ったんですよね。えって言って、だからサジに入れてそれ模してみたら、ガーッとやればあれだってね相当の暑さになりますよって言ったら、そうかじゃあやってみようか。夜中の3時に夫婦は起き出し流しに立った。脇では生まれたばかりの長女がすやすやと寝息を立てていた。真っ赤になりました、サジがね真っ赤になったけど、中の白い粉は全然燃えもしなければ何にもならないんですよ。それをずーっと真っ赤になって、もうですからクロームのメッキももうなんね、もう真っ赤に灼熱して真っ赤になったけれど、中の粉は全然変わらない。できたって言ったんですよ。え、それでできたんですか。そういう主人も一緒に見てたんですから。それだから何か別のもんなら燃えるでしょう。あんなサジが真っ赤になるぐらいまで燃えたら中のものは変化しますよ、熱ですから。変化しなかったんです。だからもうできたって言うからの、私も何ができたってそしたらゲルマニウムができた、日本で初めてできた、なかったんだって、日本にはなかったんだ、だからねあのできたんだ、できたできた、でもうだから興奮したからまあ寝ませんわ。翌日、稲垣さんは白い粉を銀色に輝く金属ゲルマニウムにして持ち帰った。これができたらラジオだってね、ポケットに入るようになるし、この真空管の入ってこのぐらいありますからね、ラジオってみんなね、うちにはその時音響ラジオっていうのがあったんですけれど、あの新諸国物語なんてのやっておりましたし、当時それ音響ラジオでしたけれども、え、これがポケットに入るようになるのって、そうだよ、それに腕時計ぐらいにだってなるよ、小さくなるよ、それからあれだよって、あの電話の配線も今は配線、あの電話線の中に少しだけどもたくさん入るようになるとかね、電話、そんなことができるのって言ったら、そうだって。
当時稲垣夫妻の住まいは占領軍将兵が住むワシントンハイツの隣にあった。今の森林公園はワシントンハイツって言って軍人さんの家族ので、富ヶ谷はいつも停電してるんです。朝まで電気つかないんです。ところあの中だけはカーッとついてるんです。自家発電してますから。そして素晴らしい車がね、あそこからたーっと綺麗な車が出てくるんですね。そして日本の車、このまだこの山手通り舗装がしてなかったんです。そこをね、トラックの赤ちゃけたトラックがね、木炭を焚いて、見えてから見えなくなるまでのその長いことガタガタンガタガタンガタガタンって言いながら、その横をスーッとワシントンハイツから出てくるキャデラックだとかね、綺麗な色の車がスーッスイと出ていく。歩道はとにかくもう日本人の女性がぶら下がって、 GI さんはスカーッとしてね、やっぱり私でもやっぱりあの屈辱感はやっぱり面白くなかったもの。それですからやっぱり科学で負けた、もう経済と科学で負けたというのはやっぱり当時の人の考え方で、それでこんな屈辱的な思いをしなきゃならない。それですからやっぱり何とかしてね、日本を立派な国にしたいと思いましたね。やっぱり今日もあの戦後苦労なさった技術者の人たちにいろんな話伺っててね、なんか共通するものがありませんか。そう、これはね、ちょうど今稲垣さんの奥さんがおっしゃったような考えですね、はい、我々は、経済と技術に負けたんだ、はい、この考えというのは特に科学者の皆さんはあったようですね、はい、それはもう相当苦い思いを抱いたんですよ。レーダーで負けた、なんで負けた、なんで負けたってね、特に例えば品質管理で負けたなんて思想は戦後の技術者に非常に強く持ちまして、したがって日本が戦後品質管理にものすごく力を入れるのも、そういうデミング博士みたいなのを招いてね、その教えを請うて品質管理にものすごく力を入れるのも、そういう思いがあったの話だと思うんですね。ですからこの稲垣さんの奥さんのインタビューは本質この今日の話にあんまり関係がないと思いながらね、最後切ろうかな切る前かなと思いながら、やっぱしこれを生かそうと思ったのは、皆さんのお話をこうずっと聞いて歩いて、やっぱしああいう思いが共通だったんだというふうに思い至ったもんですから、最後に生かしたわけです、さて次回、次回は皮肉な話なんですが、稲垣さんご夫妻が各務苦労して作った、ゲルマニウム、これがすぐ終わりを迎えます。時代はアメリカではすでにシリコンの時代に入ろうとしております。そのシリコンのこの小さなかけらのチップの中に、やがて電気回路まで入ってきます、集積回路、今やその集積回路が、あの湾岸戦争で、湾岸戦争でも、ご覧の通り、あらゆる兵器に使われる時代に入っておりますね、その出発点が次回の番組で描かれてまいります。どんなドラマがあるんでしょうか、楽しみにしています。集積回路の発明者ジャック・キルビー、ライバル故ロバート・ノイス、彼らの才能と努力で電気回路が石の中に入っていく。そして人形筆を駆使してアメリカを追う日本の技術者。次回石になった電気回路はシリコンと集積回路をめぐる日米開発物語を描いていく。